はい、おはようございます。おはようございます。 NKWS です。今日はですね、サイト東部の、まあ、造成を見に行こうということで、もともとサイト線のサイト西駅からサイト東まで、もともと延伸計画があったんですけど、事業整理の関係でも今なくなっちゃってます、はい、でそのルート上に茨城箕面橋梁線っていう都市計画道路があるんですけど、その造成工事だけは未だに続いててですね。ああ、もう今もですね、うん、でサイト東部も今造成が続いててだいぶ切り開かれたということで、はい、それを今日見に行こうと。じゃあもう新たなのサイトを見に行くみたいな感じで。そういうことです、まさに、はい、ということで早速行きたいと思います。はい、お願いします。実はあの昨日の夜とか数時間前まで一緒にね盗作者の撮影をしてましたけどちょっと体力が脳みそがフラフラです、ね、いや、なんか昨日の、まあ、夜っていうか寝る時、うん、太ももめっちゃ痛くて言うほど歩いてはいないんですけど、まあ、体がビキビキで、じゃあこのまま左に行って、はい、モノレール沿いを走っていきます。了解です。だから来るといいですけどね。なんかね、昨日背負い看板みたいなここら辺落ちてまして、うんうん、それかわして見合ってたちょうど一緒に。おお、いいですね。このまままっすぐ行っちゃっていい？あ、そうです、ここまっすぐでいいですね。ここに堺って書いてあるの、なんかいいロマンがありますよね。ありますねここがもう元々バンコク博物館の配線跡というか、はい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 、なんかコメントお願いします。コメントお願いします昔ね、大阪モノレールとかが開業する以前に万博記念公園の外周を走った小座敷モノレールというものがありまして、でモノレールって元々一軸車だったんですけど、東京モノレールさんがですね、まあ、当時の白雪さんが去った後にボギー台車を開発して、それを東京モノレール500型車両というものに搭載しました。それをベースとしてですね、床面をフルフラットにして、まあ、タイヤの走行輪の外径を小さくした日本小座型モノレールというものを開発してですね、それが初めて走ったのがこの日本万国博覧会のモノレールということになっています。すごいっすね、これ台本なしですよ、うん、運転しながら喋ってるちょうどここ車庫なんですよね。この奥で曲がっていくんですけど、今車庫の脇を走ってるんですね。もう名残とかないですもんね。もう何も残ってないですよね。綺麗さっぱりみたいな感じですよね、うん、特にバンコク博覧会なんで美観を意識してもう全部撤去しちゃったんですよね。なんか解体のシーンとか映像で残ってますけど、うん、なんか鉄球でガッシャンって壊してたりして、これ、左、はい、モノちゃんが見えてきましたね、はい、回っていいな。これはサイト線です。このまましばらくサイト線沿いを進んでいきます。了解です。ここが阪大病院前という駅で、まあ、斉藤線の一時開業区間になります。もともとこの駅で折り返してたということですね。ちょうどあそこの白いところの奥ら辺までちょっと続いてた感じですよね、うんうん、懐かしいですね。あ、もう来たことがうん、あの斉藤線の建設ってこの阪大病院前より奥側の工事の時は来てたんですよね。もうね、距離結構歩くと長くて。そうですよね、はい、結構地獄だった覚えがありますねなかなか。でも間近に見れるんじゃないですか、工事の感じとか。あ、だからね、道路がここって都市計画道路と本当に一緒に作ったので、うん、真下の道路ってなかったんです。あ、なるほど。なんで道路を沿いながら歩く撮影するということができなくて、こう行ったり来たりするような、なんていうの、じゃあただでさえ距離長いのにさらに蛇行しつつで、そうそうそう、多分ねトータル10キロとか歩かないと奥まで行けなくて10キロって上流道より長くない？長いかもしれない いい勝負してるんだ、うん、まあそのさっぴいてピュッて行ってしまえばいいんですけど、うん、細かく撮影しようと思うと、まあ、ちっちゃい間の道路をこう行ったり来たりして、うん、ジグザグに進んでいく感じなんですね。ちなみにですけど、サイトより奥の方ルート分かります？西駅以降？そうです、うん、一応分かります。僕は初なんで今回。あれ、この間一緒に歩かなかったっけ？
いや、西と西までは行って、それより北は行ってないです。あれ西まで行っただけで。それはごめんね、1回目歩いた方が良かったね。いや、なかなかハードと聞いてるんです。上り坂がね、きついんで、車だとまああれかもしれないです。暑いですからね、外。暑いですよね。普通にこれ、やけどしますよね、外歩いてたらね。あの車で走るって感慨深いですね。徒歩率高いですもんね。高いですね。てかここも昨日来たね。そうです、ちょうど昨日ここら辺で工作車作業してた場所ですね。はい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 。なんか特になんか普通の鉄道と違って作業した後とか、うん、作業する目印ないからちょっと分かりづらいですよね。分かりづらいですね。なんか補線とかだったら備品ちょっと線路横に置いてたり、うんうんうん、お黄色ちゃんだ。あ、なんかラインが軌道で被ってしまう。そうか、今奥物流センターあるから大型トラック多いですよね。多いですね。昨日の夜も結構バンバン走ってましたもんね。うんうんうん、結構これ重いんですね、この棒。うん、重たいね。それ下がバッテリーになってて。ああ、それで。うん。割と手がプルプルしてるような。それね、理由があって、海外行くときってバッテリー乗せれるの2個までなんで、はい、それを超えると没収されちゃうんで、はい、いかに容量をギリギリでその飛行機に乗せる数を少なくするかっていうのでそれを買ったの。詰め込めるんですね。うん、それがバッテリー3つ分あるかな、容量が。ただでさえ GoPro10 で一瞬回っちゃうから。そうなのよ。対策を考えてそれにしたの。あとカメラの中にいるバッテリーはカウントされない。ああ、いやもうそれはおまけで、うん、外に出てるやつをいかに大容量にするかっていう。もうちょうどこの構造部分が、うん、よく見えますね、うん、山吹1丁目曲がります。なんかすごいマシンつけてるし。この道を左に。走行と左に。ですね。まあ、あとはあちらね、モノレールルート上だね。今見えてますけど、正面が軌道の末端部分になりますね。ちょうどフェンスの奥ですね。ですね。で、ここ今ちょうど軌道3線になってる上ですね。真ん中の1線はあのなるべく平面に刺して入れ替えにするために上り勾配がついてないです。で、上下線については若干上り勾配気味のとこで軌道がストップしてて。それはなんでかというと、この先掘り割り構造でですね、半分車体がこう地下に潜った状態でここ進んでいくっていう予定だったので、そういう構造になっているので。あ、この橋見たことあります、写真とかで。あ、で、軌道はちょうどこの左手に配置される予定でした。で、この茨城水戸橋梁線ってもう一個左側にですね、2線高架橋を1個作る予定で、こっちはあくまでも暫定供与している状態なんですね。本当は大阪に行く方向が2車線ここにできるよね。あ、バス停が斉藤茜さん、うん、で、ちょうど今この左手が斉藤中部駅ですね。あ、この空き地がこの真下地下に出てます。お、でももう作られることはないんですか。作られることはもうないですね、うん、ちょっとここ寄ってから行きたいと思います。ちょうど今工事してますね。ああ、結構できてるね。このサイトチューブは物流センターとして使われてるので、まあ、ここ右手万代です。左なんだろうね。これも流通センターです、ね、すごいでかいですね。ちょうどね、この奥に高速のインターがあって、それでこういう立地使い方をしてるんですね。ちょっと駐車場があるので止めたいと思います。ああ、じゃあつけっぱにしときます。はい、熱っ。今あの斉藤中部駅の位置のちょっと上にある公園に車止めてます、うん、なんか公園あるんですね、こんなところにね。誰が使うんだろうね。それかやっぱ想定されて作ったんですかね、駅ができるからっていう。あ、一応その功績を今から見に行きます、うん、これ大阪って言われても分かる人なかなかいなさそうなレベルの景色が。でもちょっと行けば西と西ですもんね。そうですね。今あの正面のドン付きの交差点のちょうど真下に、モノレールの中部駅がですね、できる予定でした。もしできてたらやっぱここら辺も家とかお店建てたんですかね。
結構空き地ありますけど、もうね、流通センターにしてなければ相当お家が建ってたでしょうけどね。正直そのサイト西の延伸って、うん、当時、まあ、やる気あったとは思うんですけど、うん、どれくらいの割合というか確率でできるかなと思ってました。9割、そんなレベルなんですか。都市計画決定まで終わってて、うん、おっしゃったルートって多分モノレールの中でこれだけなんですよ。じゃあむしろ想定外の方がなんかイメージ強いんですかね。雨竜堂と差し替えでしょうね、建前上はね。結構雨竜堂は見てるとやっぱ早くできてほしいって声ありますけど、こっちはなかなか聞かないんですけどね、うん、そもそも人が住む予定がないから声上がりようがないですよね、まあ、これ街が変わってたらってことですもんね。もともとは西部東部住宅地の予定だったから、うん、まあ、需要はあったと思うんですけど、もう今工業地帯にほぼ変わっちゃったので、うん、今から作る理由がないですね、うん、それでね、今ちょっと道が造成の関係でああいう作り奥の奥手に行く作りになっちゃってるんですけど、本当はね、メインの本線はこの左右を突きていく、三茨城美濃橋線っていう大きい幹線道路、うん、でモノレール作るっていうことは当然交通広場って言って駅前広場を設けないといけないですが、それの予定がここです。あ、ちょうど目の前、この目の前の砂地がってことですね。そうですね、ここがちょうど駅前広場の入り口です、まさに。で今造成の関係で土砂とかを入れたりして今なくなってますけど、前回来た時はこう山になってました、はい、じゃあなんか新しい建物が建つんですかね。いや、どうするんだろうね。はい、中身こういう感じです。はい、ということでですね、ちょっと奥のモノレール本線の方に行きましょう。はい、ということでですね、はい、今モノレールの西都中部駅の位置まで来ました。ちょうどこの交差点の真下に駅ができる予定でした。はい、で今ここに、開発計画図載せてくださってますけれども、もともとはですねこういう道路だったんですよね。で橋梁線ここに本体を作るので、これをかわす道路として今こっちの工事に掛け替わってます。で僕たち今ここにいるってことです。それでですね、今道路こう2車線あるじゃないですか、はい、で右手にももう2車線作ります。あ、その空き地なんですね。ですね。でモノレールはこのちょうど間の地下を走っていく予定で、はい、今これ駅の真上ぐらいにいます、大体。おで先ほどの駅前広場があそこなんですね。そうですね、はい、で段が1個高いじゃないですか、うん、でモノレール駅はこの道路の真上の2階層に、コンコース階を作って、そこから水平であの交通広場に持っていく予定でした。なので一段高いってことですね。じゃああの高さは名残でもあるんですかね。あれ名残ですね、まあ、造成はその計画図通りに作ってあるので一段高いと。なのでこの西都西駅と西都中部駅、西都東部駅って結構特殊な作りで、西都中部についてはホームが地下にできます。で1階層が自動車道路で、階段とかエレベーターが上がって2階層部分にコンコース階ですね。じゃあもしかしたらエスカレーターとかから透明だったら道路が見えたかもしれないみたいな構造ですよね。ですね、可能性は高かったと思います、うん、はい。で、この先の道路ってもともとなかったんですけれども、うん、今やっと工事が始まってですね、ここ名前書いてますけど茨城摂津線かな、これができてなかった残りの道路を作るということですね。それがこの先になります。で今あの奥のり面見えてると思うんですけど、はいはいはい、あの真下ら辺にあの高架橋を作る予定で、さらに向こう谷になってるじゃないですか。そうですね、あそこは道路とモノレールのダブルデッキ橋で越えていくっていう、そういう橋を作る予定でした。で今もう開けちゃってますけど、奥の造成部分ってまだ森だったんですよね、去年まで。じゃあだいぶ進んでいるってことですね。だいぶ進みましたね、はい、ここに道路がボコンとできるってそういうことです。でもすごいさっきからひっきりなしに車通ってますもんね。すごい交通量多いですね、うん、ということでですね、ここから先道路がないので、レンタカーに乗ってですね、次の西都東部、西都東センター駅の方向まで向かいたいと思います。はい、お願いします。はい、みーさん今ちょうど駅の真上にいるね。
もう考えられないと。考えられないですね。遠心とはやっぱ違いますからね。ねえ、まあある種の未成線ですよね。さすがにちょっと想像力がまだ足りないです。で今あの画像の奥手に見えてるあの緑色のあたりですよね。斉藤西駅から出てすぐの ところっていうのは上り線2車線、モノレール2車線、下り線2車線の、まあ、道路上でいうと計6車線走らせてですね、そのちょうど看板の向こうあたりトンネルの入り口を作ってモノレールは地下に入る予定だったんですね、なのでここから先はその上下線の道路2車線2車線が徐々にくっついていって、この間は単純に階段とエレベーターだけでこう立ち上がらせるような構造の予定だったんですよね。結構6車線って豪華ですよね。豪華ですね、で今日ちょっと後で寄れたら寄りたいと思うんですけど、モノレールの支柱とあの下り線の支柱を立てる用の空き地っていうのが実はあの下にまだすでにできてて、それを見に行きたい。それもまあ名残ではありますけどね。なんでまあサイドドブ見た後に下の道路通ってそこ寄れると思うんで、見れれば見たいなと、はい、思います。ということで斉藤中部駅予定位置でした。はい、こうして見ると駅前広場結構大きいですよね、本当にねここに一周のロータリー作って駅から出てきたなんていうの連絡道路が駅前広場に降りてくるようなそういう作りだったんですね。なんで今これ仮のバス停で実は本当はその駅前広場の中にバス停ができるっていう。そうですよね、そうバスを走ってるっていうのがそれはそれでまた名残。わあでも本数がすごいですね。すごい1時間に1本どころじゃないね。茨城市だけなんですね。埼玉から千一葉とかいろいろ行けるの本当ね、もったいないですね。でも延伸してたらそれもちょっと変わってたり しそうな感じがします。じゃあ今からですね中部駅の跡地を後にしてとこの斉藤西駅と中部駅の間にですねあの支柱を立てる用地っていうのがすでに確保されてるんですけど、それを見に行きたいと思います。はい、お願いします。お、ちょうどバスが来ました。来ましたね。はあ。乗ってたかなこっちバスで来たこともあるけどやっぱ少ないですよね。ご注意ください。はい、あちょうど見えましたね、あの乗り面、あそこに茨城水戸京路線が茨城設置線って書いてあったね、まあ、相性そうなんでしょうね、それができます。あすごいね、もう養生終わってるわ、養壁ができてる。ここにまっすぐ道路ができる感じですね。とサイドトープは右なんですけど、その支柱位置見るために左に行きます。はい、ここにね、レストランみたいなのがあって、はい、よくあの散策の時はこれをここに寄ってたんですけど、さっき走ってきた道ってなかったので、こっちの道を昔歩いてたんですよ。結構なんかおしゃれな感じしますね。こうおしゃれですよね。あそう、なんかこっちの道の方が栄えてる。そう、サイトが見えてきた。出てきましたね。あの正面はサイト西ですね、あの方を越えたらね。あ、ちょうど左側に橋が見えてます。ああ。まさにそれ正解ですね。車で入れるかな。ここですか。ここですね。いやー怖いな。これは入れんな。入れんなって言いながらどんどん入っていってる。やばい。ちょっとここで旋回しつつ奥歩いていこうか、ちゃちゃっと。そうですね。これ今上がですねさっき走ってきた道路になります。はい、でこの真下がですね支柱の建設用地になります。お、確かにここだけなんかだだっ広い感じでですね。ちょうど今僕たちがいるのがこの下り線の2車線が立ち上がる部分で、でちょうどこちらがですねこの部分がモノレールの支柱が立つ部分になります。ちょうど区域分けで線が見やすくなってますけど、この真上に軌道が立ち上がるんですね。あ、大丈夫です。こっち割と余裕あります。はい、 Thank you です。だよね、ここを右から来ました。そうですね。あ、車来てます。あれについていこう、今回見に来たかったのがちょうどあれですね、あの正面の造成です。すごいもう木が
分かりづらいんですけど、この後ろ茨城水戸京葉線のさっきの造成工事してたのがこのちょうど木の向こう側なんですね。今分かりづらいんですけど、でここからこの道路の真上を通過して、でここはダブルデッキ構造の橋がもともとできるはずだったんですが、うん、ちょうどあの剥げてるとこですね、あそこにつながります。でさ、モノレールの、東仙台駅もちょうどあの今盛戸がしてあるあの辺りにできる予定でした。あそこにまた地下トンネルで潜っていって地下2階にできるっていう、そういう駅だったんですね。確かにこれ行けないですね。これ行けないですね。なんでね、この左に小さい道路あるので、それで迂回して、まあ、前回見に行ったと思うんですけど、あの流通センター側まで一気に行っちゃう、そういうことになります。この緑だな、 これを進みます。戻っていってこの緑ね、はい、で戻ります。で道自体ここ今工事してる感じですね。確かにそれできたら便利、便利ですね。でこの間ここに撮影しに行った感じね。ここまで一気に通りじゃないですか。じゃあ行っちゃいます。はい、なんか周り何もなさそうな森と土のところに行けるんですか。行けます。マジか。行けるけど道細いんで、離合に注意しつつって感じですね。終わってますもん。あ、これをまっすぐ前の車行ってるね。うん、あ、いや右ですね、これを右。あ、ここ行っちゃいます。日本車両って書いてある。日本車両これが今あの並行するちっちゃい道路なんですけど、ここまっすぐ抜けていくと前回言ったサイト東部の開発地域まで出ます。なんでちょうどこの右手ですね、分かりづらいけどここですっていうところが、あのサイトの東、サイトというかモノレールの東仙台駅なんです。まあじゃあ離合がね大変なんですよ。行きますよ、ここです。分からないですよね。分からないですよね。今の右が斎藤の東仙台駅です、ね。マジで何もたえないところなんですね。うん、まあ、これでもね、造成でだいぶ開けてきたので。確かにこれ路中無理ですね。うん、ずっと警報鳴ってる。目を飛ばすな。これ右造成してますね。柵ができてるけど。おお。ここ1号線なんですね。うん。あのあれ外周道路の鈴木っていう扱いじゃないかな。あ、すごい。なんかどんどん知らないところに。怖いですね。本当この辺りまで来ると心細いですね。帰れるのかなって思っちゃう。これまだ昼だからいいけど夜めちゃくちゃ怖い、街灯ないですもん。信号すらない。はい、という感じで表に出てきた。あ、抜けた、安心する。これ右に行きますね。はい、ここなんかすごい抜け道感が、うん、あ、ちょうど今ゲート作ってくれてる。これがまさに道路ですね。ここから向こう作ってって感じですか。駐車場があればいいけど、あ、すっごい開けてるわどこが車庫ですとかいうの言えるかな。あ、確かに車庫みたいです。あ、まあ車庫見えてるんですけどね。 これです。これここまで遠いなで、ちょうど正面がこの道路 あのエンドになります。うん、ちょっとこれ右行って速度入りますね。はい、車の中からの案内で大変申し訳ないんですけど、今ここがですね山手大車庫のエンド部分ですね。ここに本来だったら大阪モノレール2個目の車庫ができてたと。ですね、まさにおっしゃる通りです。へ、でちょうどここ下り坂になっているので、こう段差が、2ブロック分ですね、あの高低差がついたブロック状になってまして、結構高いですね。そうですね、そう、角がもしかしたら使えるかもしれないけど、
これが今あの1ブロック目なのね、こう工程が見えないんですけど、ここが GL で、うん、ここに下っていく感じで、ここで今段差ができてるんですね。で正面がその高さってことになります。でこういうのがあと2ブロック右手につながってて、その3ブロック分がもともと車両基地用地になってて、準工業用地になったんですけど、まだ未だにそれ変えられてなくて、まさにその証拠残ってるんですけど、準工業地域って書いてるじゃないですか、はい、ここってあの簡単に言うとですね、あの工業関連の建物しか建てれないってことなんです。あ、はい、でモノレールの車両基地用に準工業地域って定めていたので、都市計画図を見るとここに紫色に見えます。僕の目に紫色になってるんですけど、うん、僕には見えないですねなんでこっからさっきあの曲がってきた道路のあたりまで車両基地が続くっていうこと。結構でかいですよね。そうでかいですね。まあ、あの主に留置関係の車庫になる予定だったので、うん、まあ、あんまりあの雨竜道車庫のようにあの細かい基地がいろいろ 車両基地、うん、と研修庫とか、うん、あの工作車基地とかが、まあ、大掛かりに整備される車庫ではなかったんですけど、韓国のテクノモノレールとかだと路線長が30キロぐらいあるので、あの北側に大規模な車庫を作って、南側の終点に、まあ、中泊って要は止まらせるための基地を作るんですけど、はい、主に山手大車庫はその止まらせるための基地っていうことでした。で、まあ、今から車で上がりながら見るので、もう今関係ない建物建っちゃってますけど、もともとはそういう用地だったってことですね。じゃあ今から山手大車庫のですね、南手からサイト西方向に向かって進んでいきたいと思います。つまりもう今この見えてるのが車庫ですもんね。ですね。でかい。全部車庫になる予定だった場所ってことですね。ここからだったら結構外からでもなんか写真撮れそうな感じするんですよね、うんうん、こうしてみるとやっぱ車両基地ぐらいのサイズありますね、うん、ちっちゃく見えるけど、なんだこの段々になってるので、最後僕らがいたあたりでは軌道の高さ相当高い位置にあったはずなんですよね、うん、はい、ちょうどここまでですね、車両基地が。この先トンネルになって、トンネルで東仙台駅に抜けていくって、うん、そういう感じですね。で東仙台駅出たモノレールはそのままトンネルでずっと下ってきて、ちょうどそこトンネルの出口になります、うん、そこから先が全部車庫ってことです。ということで今日はですね、幻の大阪モノレール西都線の未成線になりますけれども、西都西駅から西都東仙台駅までの未成線を見たということと、西都東地区がいよいよ造成工事始まったということでですね、その様子を見たかったっていうのが、まあ、一番の目的なんですが、まあ、物通りとして抑えることができたので万々歳ということになります。すいません、運転してくださってありがとうございます。いや、これ徒歩とかだって多分無理だっただろうなって実感できました。暑いですね。これ映像でね、毎回言ってるんですけど、うん、温度感って伝わってこないんですけど、うん、いや大阪暑いですよ本当に。暑いですね。まあ、ということでですね、サイド東部についてはまたこれから造成工事も進んでいくと思いますので、また半年から1年後ぐらいかな、見に行ければいいかなと思います。そうですね、僕も今回初めて行けたんで、次来た時どう変わってるかっていうのが分かるんで、うん、そうですね、うん、ちょっとそれを楽しみに待ってます。はい、ということで今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さようなら。さようなら。